まあ宇治原さんとあとまあわかんないですよ、宮崎美子さんとかね、わかんないですけど、債権者倒すの？すごくない？債権者を倒すってめっちゃ面白いじゃん。金借りてね、宮崎さんに。いや今までないんじゃない、日本のクイズ史上、債権者対債務者。債務者ないですよ。めっちゃ面白いじゃん。で今日もちょっとだから早押しクイズ100問、うわすげえね、ちょっといいの、もうぶしつけなんですけど、はい、いやいや、よろしくお願いします。いや早押しクイズなんか一番いい、もうだってもう一番楽な仕事だからね。そうね、いや得意っすよね絶対。得意得意、好きなのよ。てかめちゃくちゃ強いで、カズさんマジで。でもジャンルによるよ、スポーツとか全然知らないし。うん、僕あのなんとなくクイズ番組いろいろ出たんですけど、一番全人間の中で一番クイズ強いと思ってます、うん、僕。いやいや俺より強い人はもうザラにいるよ。ただテレビ用の知識が多いっていうだけ。映像とか見たらなんかすぐ分かる。いやちょっとね、エコイコに天才やからな。ちょっと、お願いします。一応この矢野という、はい、矢野さん男が、クイズを作って、え作文した100問。あ作文してんのすごい大変っすよ。そうなんですよ。でも一応、はい、素人クイズ素人なんですけど、はい、あすみません。いやいやいや、お願いします。ありがとうな矢野。お願いします。どんなジャンルなんだろう。じゃあちょっと、野球における戦術の一つで投球と同時に、うわヒットエンドラン。いや、スポーツやのに。これこれ、鳥海由紀さんでおなじみ。いや、ヒットエンドラン。それで覚えた。ね、打つとランでなんかそう、うん、打つと総打つにかかってる。都市伝説あるよね。めっちゃ怖いよね。マジ。おもろ。じゃあこれだとしたらとんでもないな。天才。江戸時代にその貴重さから見つけた時には、なるほど。土の子。なんやねん。舞茸。ちょっと教えて教えて。その貴重さから多分驚っちゃったみたいな名前の由来じゃねえかみたいな。おおみたいな感じ。やばいやばいやばい、えぐすぎる。いきます。現代では仰ぐことに使われるセンス。メモ帳代わり。そうなん。そうセンスとかの尺ってここにメモ取ってたっていう。だからあの結構残ってるセンスってめっちゃ落書きみたいな。おもろ。ではいきます、はい、一般的にはボディマス指数と呼ばれ、は BMI。 あーそれでわかるんや。身長と身長の二乗と体重のやつね。あーありますね、うん、いきます。20世紀最高の物理学者とも評価、アルベルト・アインシュタイン。おおまあそうか、アインシュタインって1個の石って意味なんだって。アインが1で石が石なんだ。石ですか。すげえ。一ノ木さんとかみたいな、日本で言うと。なるほどね、一ノ木とか。へえ。なんかそう聞くとさ、結構ダサいよね。なんでそんな。いやなんか、もうアインシュタインで聞くとさ、めっちゃかっこいいじゃん。一石、一岩さんとかだったらなんか。いやその逆に渋くないですか。まあそう。あの異様な人いた人が一つの石なんやみたいな。そうあれよ。あのシェイクスピア、うん、いるじゃん、はい。シェイクスピアの家の家紋って、はい、手と槍なのよ。シェイクスピアだから。バカダサくね。いやええやん。ダジャレがすぎない。ええやん。いや分かりやすくていいじゃないですか。いやそうなんか勝手にさめっちゃかっこいいことだと思うじゃん。確かにね、シェイクスピア、世界一人口の多い国はどっちですね。ですが行きそうね。なんだ、いや行かないかも。いややりますよこいつ。バチカン四国。うわあ。ほんま、これすごいね。ほんま、これめちゃめちゃすごいよ。やったー。おですが、ですがの方、おお少ない方を。わあすごい、少ないでしかもバチカンちゃんといけんのすごいね。やりました。これやばい、ついに来ました。バチカンって国民の 99% があの、はい、移民なんだって。バチカンの国民ってバチカンの、あの聖職者しかなれないから、聖職者引退したら、国籍取られるらしい。そう、おもろ。そうそうそう、じゃあめっちゃ見よう。みんないろんな人が、そうそう、あとあの一人当たりの酒の消費量もバチカンが1、国民が少ないから、使うワインとかあるじゃん儀式で、あれも全部なんか一人当たりで使ったことになってるから。あなるほど、大酒飲みしかいない国みたいな、そういう計算になってる。そうそうそう、おもろすぎるやろこの人。すごいわ。ではいきます。原作漫画のタイトルがピーナッツで、スヌーピー。ああそうや、聞いたことあるわ。スーピーって、はい、あの尖った屋根の上さ寝てるじゃん、うんうん、あれ耳でグーンって挟んでるから落ちないんだって。だからマスク多分いじられて、あの作者の人が、はい、いや耳で挟んでるからみたいな感じ。すげえおもろ。耳でキュンって挟んでいきます。
赤い、丸い、お。アマオ。赤い、丸い。英語大きい。あ、お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 いしい。あ、そうです。赤い、丸い。丸い、大きい、大きい、うまいかな。UFO みたいな。アマオ、そう、UFO。UFO がうまい、太い、大きいみたいな。UFO。そうそうそう。うわ、すげえよ。ルルブが、あれ、ルルブもあるんですか。ルルブ、そう。見る、見る、食べる、遊ぶみたいな。うわー、おもろ。矢野がめっちゃ緊張してます。いや、これってクイズってやっぱみんなワンワン言うけど、出した人が一番偉いのよ。これ、そうですよね。そう、俺はこうだと思いますって別に言うよ。丸か×かって。本当は丸々が昇る、丸々が騒ぐ、丸々も涙もない。ちおめっちゃ問題のセンスあるね。え、マジっすか。そうなんですか。嬉しい。今の一文字じゃん。なのに丸々って振るとさ、絶対なんか長く感じるじゃん。なるほど。でも丸々ってか何でも入れていいから、めっちゃうまいと思う今の。めっちゃ面白いと思う。確かに、すげえやん。今のいいと思う。いやでもクレームじゃないですかそれ。いや、丸々って言ったやんって。そうだぞ。いや、そう、手を挙げてる。最後に共通する一文字とは何でしょうって入れてます。おー、いや、だとしても丸丸だね。だからそう引っ張っちゃうから。あ、そう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 、 そうだぞ。あ、よしやねん。おい、ちゃんと話しとれ。正解したのに文句にも意味わかんないけどな。すいません、いきます。はい、慶応義塾の創設。誰やねんそれ。いや、知ってるだろ。いや、知らんす。福沢諭吉や。そうそうそう。あ、そうや、そうや、一番好きな。そうや、そうや。いきます。1847年スコットランドで生まれた世界初の実用的電話の。ああ、アレキサンダーベル。エジソンじゃなくて。そう、アレキサンダーベルって人が、まあ、電話作ったじゃん、はい、その数年前にアレキサンダーベインって人が同じようなものを発明してんのよ。電話とはちょっと違うんだけど、そういう通信機、もっとすごそうなものを先に発明してんのよ。へえ、なんだと思う。パソコンなってことですか。そこまでいかないかな。でも電話よりなんかすごそうなの。電話よりすごい。計算機みたいな。いや違う、もっとね、通信機、通信機器なんだけど。元気わかる。ええー、今は見なくなっちゃったけど、電話と一緒になってたね。ファックス、ね、ファックス、そう、ファクシミリを電話より先に特許取ってんの。へえ、すげえ。意味わかんなくね。逆っすよね。もう先電話やろ。そう、先に文字伝える方を発明したい。ではいきます。日本三大祭りといえば。いけー、これはどこだ。ねぶた祭りや。くそ、ねぶた入ってんのかな。入ってないんや。ねぶた三大夜祭りとかじゃない。大阪の天神祭り、東京の神田祭り、京都の祇園祭り。はーい、祇園祭り、そうなんだ。どうしたら近いですもんね、祇園。はい。三大祭りってめっちゃ種類あるときあるのよ、はい、あの日本三大稲荷とかってあるんだけど、伏見稲荷、京都の伏見稲荷以外はそれぞれのところがうちは入ってるって主張するから、三大って聞かれ、三大稲荷って聞かれたらめっちゃあるんですか。伏見稲荷しか答えになり得ないよ。他のところだって入ってないから。いいこと聞いた。そうそうそう、めっちゃ有名なところがやっぱ聞かれる。もう、なるほど。ではいきます。ツンという名前の。西郷隆盛。ツン、あれツン、犬。犬なんや。メス犬じゃないかな、しかも。へぇ、ツン。その時の最後のセリフ、はい、ここらでよかだったらしいよ。かっこええ。ショックっすか。らしいよ。俺の父ちゃんの時最後のセリフ、うん、でした。泣けるね。どこがやねん。どこが泣けんねん、おい。どこがやねん、おかしいだろ。お前は泣けよ。あ、すいません。では行きます。昭和26年から昭和33年。いったれ。高度経済成長期、成長期。何やねん、これ。あれ、33年にかけて製造され。ギター銃。もっと聞いてもいいのに。すごいっすね。ギザギザがついてる玉って当時は一番高い効果、うんうん、だ 目はあんまり見えない人でも触った時に、あ、これが多分高いやつだって分かるようになってたらしいの。でも今もっと高いの出ちゃったし、他にもギザギザついてるからなくなっちゃったの。へえ、おもろ。すげえな。ではいきます。少量の液体を吸い取り、軽量。吸い取り、ピペット。ああ、コマゴメ。コマゴメピペット。はあ、すごいな。コマゴメあれだよね、あのコマゴメの病院の人が作ったんだよね。へえ、二木健三さんみたいな人が。それで名前ついたんですか。コマゴメピペット。いきます。
原子番号20番の原。こんなんいかなあかんねん。うわすごい、20やろ、1、2、3、4、5、6、7、見ていけばなんとかわかる。鉄当たるかい。20番の元素である CA は何というでしょう。カルシウム。人体の中で一番含まれてる金属はっていう問題がたまに出るのよ、だから鉄って答えが正解になりがちなんだけど、カルシウムなの。ほんとカルシウムって金属のイメージないじゃん、あんま。金属なんすか。そう、金属。いきます。平安時代には魔除けとして吊るす。いけ魔除けとして吊る。いけじゃねえ。いけは吊るせねえだろ。まだ言ってない、ごめん。魔除けやろ。風鈴。うわあ、これはエグい、エグい、これすごいね。ありがとう。これめちゃくちゃかっこいいよ。かっこいい。おお、マジですか。超かっこいい。風鈴なんや。あれ海外で、あの男性器の形した眉毛のやつがあるんだよ。へえ、吊るすやつ。吊るす。ヨーロッパとかで、チンチンナブルって名前あるよ。へえ。チンチンナブなるかな。奇跡的に。奇跡的に。まんますぎない。日本語でチンチンナブル。そう、あ、そう、音を聞くとチンチンナブなる。へえ。105問やりまして、33-65で勝さんの勝ちです。すごいわ。取りこぼしが少ないわ、ほんで。うわ、これさ、今度マジさ、なんか。また読んで、今度問題作ってくるわ。作る方、変な問題、いっぱいあるんだよ。あ、マジっすか。だってあれでしょ、はい、なんだっけ、感謝祭とか出てるじゃん。はいはいはい、感謝祭出てます。あ、そうです。感謝祭って4択じゃん。4択っす。4択いっぱい作りたいのよ、俺。4択作るの好きなの。ほんまに好きやん、クイズ。そうそうそう。今でもなんかそうやってんすか、クイズみたいな。あ、そうそうそう、やって集まって遊びやって。ほんまめちゃくちゃ。あ、マジでちょっと、お願いします。あ、本当に、はい、遊び来る。今日はありがとうございました。ありがとうございました。